はい、じゃあ今日もウイレアプリ2018やっていこうと思います。さあ今日は何と言ってもログインボーナス、皆さんね、今日ガンガン回してると思いますけども、サンキューログインボーナスということで、ブラックボールスペシャルエージェント来ました。さっきからね、これ今日かなり、通信エラーがちょっと起きてるようで、この何度も何度もこうリトライを押さないと前に進めないっていう、ちょっと怖い感じになってるんですけども、無事ちゃんと回せるのがちょっと若干不安になってきますけどもね、これ回していきたいと思います。でね、まあ選手84人ということで、やっぱりもうさすがといったもうラインナップですよね。まあクリロナ、メッシ、スアレス、ノイアー、ネイマール、グリーズマン、ベイル、レバンドフスキー、もう本当にね、オールスターもう勢ぞろいでございますよ。まあここでね、じゃあ誰が欲しいかっていうところにちょっとなってくるんですけども、まあ、最近はずっと、まあ、クリロナとネイマールがね、ずっと欲しくてしょうがなかったんですけども、なんとね、最近こう立て続けに手に入れまして、意外と結構みんな持ってる状態になってきたかな。なので狙いとしては、ただこのグリーズマンとレバンドフスキがねいなくて、やっぱ対戦相手で一番困るのやっぱグリーズマンかなっていう印象がすごい強くあって、結構なんかね、サイドでこうすごいサイドラインギリギリでテクってくる、ちょっとあれなんかすごいムカつく感じがして、まあ自分で使ってみるとどうなんだろうなってすごい思ってるんで、グリーズマンか、まああとはね、もう何でもできる万能フォワードとして、まあ僕はトッテナムサポーターなんでね、ケインを重宝してるんですけども、まあレバンドフスキもね、かなりこう万能プレイヤーとしてはもう本当に最高峰の選手ですからね、かなりちょっと使ってみたいなっていう期待がありますね。あとはそうだな、まあ、一回ね、ちょっと手放しちゃったんですけど、ちょっと惜しかったかなと思ったのがメルテンスだったりとか、あとボヌッチでですね、ディフェンダーだったら、ボヌッチはかなりちょっと欲しいかな。あとはディバラ、アグエロあたりも気になるかな。こういったちょっと、まあ、キレがあってドリブラーはかなり、ちょっと期待できますかね。チアゴシウアとかゴディンだったりも、まあ、かなりいいですかね。まあ、こうやって見るとね、本当に結構持ってる選手ばっかかなと思ってたんですけど、ちょこちょこまあいない選手とかもいて、そうですね、誰にまあ絞るかっていうところで、フィリペ・ルイスとかもね、フィリペ・ルイスとかも使いたいですけども、今日はグリーズマン狙いでいきましょう。アトリティコマドリード、グリーズマンをね、なんとか手に入れたいと思います。これで当てれたらね、本当に神引きですよ。グリーズマン。グリーズマンね、グリーズマン。フランスで活躍しているグリーズマン。行ってみますよ。さあ、行こう、ゴー!いやー、これ緊張する。これ緊張がやばいっすね。この黒確定演出がまたたまらないっすね。さあ落ち着いていこう、落ち着いていこう。いきますよ、グリーズマン、どうだ、来た、雷、雷来た、おお、すげえ、すげえ、すごくない、すごくない、マジ、見ました、え、ちょっとこんなことある、こんなことあるんだね、マジで、ちょ、これはちょっと想像以上のちょっと展開だな。すごいね、ちょっとびっくり、もう夢のようですねこれね。やばいわ、グリーズマン来たわ。グリーズマンね。もう初期で84ありますから。いやー、これは痺れるね。やばいね、マジで。やっぱこの雷っていうのもやばいし、そしてやっぱり持ってなくて欲しかったグリーズマンが出たっていうね。
いやこれ神引きだね。びっくりでした本当。いやー本当に嬉しい嬉しい。いやー早速ねスカットにも使っていきたいと思いますよ。いやーこれは嬉しい。さあ皆さんは何が出ましたでしょうか。もう一回ね、黒玉が、あと何日後かの、ボーナスでね、来るんで、2019前に、最後のケーキ漬けをね、もう一回黒玉でやっていただければと思います。はい、どうもありがとうございました。